千代田区における人口につきましては、これまで長期計画におきまして5万人回復ということを目標にしております。現在およそ4万7千人の夜間人口がいるわけでございますが、これを5万人を回復するということが当面の目標であるというふうに思っております。そのためには千代田区がよりその快適で安全安心な街で、そして利便性に富む街づくりをしていくということが大事だというふうに思っております。具体的にはやはりその民間活力を有効に活用した居住スペースの確保を引き続き推進していくということと、それから千代田区がその他の住民から選ばれる千代田区としていく、そのための例えば学校教育の充実だとか、次世代育成施策の推進だとか、あるいは高齢者施策の対策をきちっとやっていくことによって、今いる区民の方々が安心して住み続けられる街、また他から転入してくる方々には千代田区が施策として選ばれる区にしていく、そういったことを合わせて施策を推進することによって千代田区の価値を上げていきたい、そういうふうに思っております。具体的には高齢者対策の推進とか、あるいは高齢者向けの住宅整備だとか、それから次世代育成の点では保育行政のより一層の充実、それから子どもたちの教育の充実、こういったものを確実に推進することによって千代田区を選んで住み続けてもらう、そういうふうな形で施策を推進していきたいというふうに思っております。